小崎チャンネル。じゃこんにちは。さあ今日は久々の、はい、プロ野球あらるまあ撮るのは久々なんですけど、はい、多分ストックのあるあるがいっぱいあると思うんですよね。あ、そんな出してなかったでしたっけ。うん、最近あのなんか今起きてることばっかりやってるから、はい、あるあるどれぐらいあるか分かんないんですけど、あ、じゃあもしかしたらまだ新しいあるある考えついたんですよ。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、まず1つ目、はい、そのチームのスーパースターだったにもかかわらず監督になれないとフロントに嫌われてるって言われる説。ああ、よく聞かないですか。聞きます。なんかあのそのチームのレジェンドだったり、うんうん、スーパースターの選手がコーチを長年長くやってたら、はい、で周りはね、うん、いやあの人さ上に嫌われてるから監督になれないんだよねとか、上に評価されてないから監督になれないんだよねとかって言われへん、よく。いや聞かへん。聞くし、なんかそう言われてるとそう思っちゃいますよね。めっちゃ聞くっしょ。オーナーと仲良くないとか嫌われてるとか、うん、球団社長に嫌われてるとか、はい、なんかあのフロントからいいように思われてないんだよねとか、うん、よく聞くじゃないですか。はい、んなわけないやんって。もしね、はい、嫌われてたらね、はい、クビになってますって。まあ確かにそうですね。クビなのに、うん、コーチ長年やってないって。そうですね。え、でもそういう方ってでも長年やってて、まあいろいろ人間関係とかもある中で、うん、まあタイミングとして慣れてないってことですか。そうそう、そりゃそうでしょ、うん、あとはまあ他にね候補がいるとか、はい、うん、とかあのコーチとしての評価が高くて、はい、監督としての評価はこっちの方がっていうのもあるかもわかんないし、うん、そうですね、その嫌われてたら、はい、クビになってますから。確かにそうですね。そうそう、で野球界ってそういう世界だから、はい、嫌われたらクビになっちゃうのね。それはもういたらわかるから、はい、うん、それなのにあのフロントからオーナーから社長から嫌われてたら、はい、コーチやってませんって。確かにそうですね。でも好き嫌いが、まあ、ある世界ではあるわけじゃないですか、うんうん、だから嫌いだったら置いても置かないってことですね。置かない、置いても置かない。だからもう正しいのは、はい、あの人、うん、フロントとかオーナーとか社長に嫌われてるから、はい、球団入れないんだよね。これです。これはあるかもしんない。なるほど、これはあるかもしんないけど、中にいる人で長年やってて嫌われてるから監督にならない、え、絶対嘘。そのもう嫌われてたら首立ってる。でもあれですよね、その嫌われてるからフロントとか、まあ、球団に入んないのもあるし、うん、自分で入りたくないっていう人もいるわけですしね。そうそうそう、だからね、これはね、よくもう毎年のように聞くけど、はい、そんなわけないやんっていう、はい、よく昔言われたのが西武の塩崎さんが、はい、あのなんかあの本人が断ってるから、はい、あの監督にならへんとかっていう、うん、あの都市伝説だったんですけど、はい、僕は塩崎さん同郷だから仲良くさせてもらってるんですけど、はい、そんな の,、はい、あの中にずっといたら断る権利逆にないから。だから塩崎さんとか1軍のピッチングコーチやったり2軍の監督やったり編成やったり、はいはい、フロントと現場をいろいろ行ったり来たりしながらチームの中も外も見てチームの強化をしていくっていうポジションの役回りをになってるんですよね、はい、だからユニフォーム着ることもあればフロントで出る時もあるしっていうところで、うん、あのよくなんか次は塩崎さんやろみたいな、はい、でもなんか本人がイエーって断ってるらしいみたいな、うん、いやそんなポジションでぐるぐる動いてて中にいる人が逆に言われたら断れないって、はい、そうですね、もうやれって言われたらはいとしか言えないですもんね。そうそうそう、外にいないんだから中にいる人なんだ、うん、はい、で、あの塩崎さんも自分で言ってました。そうなんですね、よくそうやって言われるけどそもそも言われてないからねみたいな。まだそのポジションとして重宝されてるってことですね。そうだから、その要はだから多分篠崎さんとしてはチームを強くするためには無二の存在としてそのポジションを担うことの方が大事だからそこのポジションにされてると思うんですよ、うんうん、だそういうのもあるじゃないですか、はい、だからね、何でも監督一番説はやめた方がいいですね。ああ、そうですね、監督頂上説みたいな、うん、で、まあ、今の西武で言えばね、渡辺久信さんとかが、うん、あのなんかディレクターみたいなのやったりとかね、そのドラフトのやったりとかして、はい、いい風に回ってるんですから、うん、やっぱそういうのもチームでは大事じゃないですか、はい、現場の人もいれば黒子で徹する人もいるし、うん、でもどっちもないといけないんだから、うん、それを嫌われてるとか断ってるとかで、ね、なんないですから。本当に嫌われてたらクビになってる人いっぱい見たことある。本当に嫌われてる人はクビです。はい、もう入れないってことですね、球団に、はい、で次が、はい、長年結婚しないと、うん、あいつ絶対遊びすぎって言われる説。おお、いやでもちょっと思っちゃうな。思ってだってよく言われるじゃないですか、プロ野球選手は結婚が早いって。うん。じゃその一つの理由は、はい、何もできないから、うん、
何も知らなくてプロ野球選手になってるから、年上の人とかと知り合うと、その人が、まあ、表現いいかどうかあれですけど、はい、お母さん代わりになってくれて、いろんなことをしてくれて、はい、あ、楽やね、野球集中できるな、うん、一緒になろうみたいな、はい、っていうパターンが多い。だから年上が多くて、うん、結婚する人が逆に早い。そうだ、そのイメージ。長年結婚しない人の一つのパターンは、自分で何でもできる人です。あ、自分で何でもできる人は、はい、やってくれてありがたいがないんですよ、うん、できちゃうから、はい、だからそこに結婚っていう風に結びついていかないんですよ。いや、なんかまあモテるじゃないですか。だから、うん、いっぱい遊んでいろんな女の人見すぎて、もう選べなくて結婚できないんじゃないかと思っちゃうんですよね。じゃあ逆に女性で、はい、長年結婚しない人は遊びすぎてるからですか？あ、違いますね。でしょ？違うな。え、違う。でしょ、はい、そうですね、でもそれと一緒じゃないですか。はい、まあ、逆にモテないとかもあるし、うん、何気にね、はい、結婚したくないっていう人もいるかもしれないし、まだ自分のやるべきやりたいことがあるとか、はい、まだそのまだプロ野球選手だったら、うん、いや家庭を持つと、はい、この野球が真剣に向き合えなかったりとか、うん、そういうタイプじゃない、はい、人にとったらやっぱり野球集中したいから、そっちが一人結婚しないっていう選択しとるかもわかんないし、うん、はい、でその時に結婚しなくてもいいよってついてきてくれる女の人もいれば、うん、結婚してくれないんだったら女性にも女性の年齢あるから、はい、さよならっていう人もいるだろうし、うんうん、だからその、ね、基準があるから遊びすぎてるだけじゃないですよね。だってそしたらもう女性も一緒になっちゃうよ。そうですね。だからフリーのアナウンサーの人とか、はい、アナウンサーの人とか、はい、結婚しない人が遊んでるって言われ、はい、なっちゃうでしょ。いや、多分ね、あの本当にめちゃくちゃモテて遊んでそれが今楽しいって人もいなくはないと思うんですよ、うん、でも多分大半は仕事が楽しくて仕事に集中したい、うん、まだ結婚すると、まあ、女性もいろいろと変わっ て、うん、ってくるじゃないですか、うん、だから結婚をちょっとまだしたくないって人が多いと思います ね、 ね、人生1回しかないんで、はい、でもね、言われちゃうんですよ。あ、遊んでるから結婚しないんだよって、きついでしょ。なんかでもちょっと男性の場合ちょっとそう思っちゃうんですよね。一緒だから女性一緒だから。そうですか、うん、全然。俺だってプロ野球選手じゃない人の方が遊んでると思うよ。そうですか、うん、だってあの 今なんてもう遊べないよ、うん、特に今年はプロ野球選手、まあ、今年はそうですね、ほぼ隔離で6連戦で体力もない、うん、きついしっていう、うん、でちょっと遊んでるのバレたら今年に限ってはかなり言われちゃいますしね。めちゃくちゃ言われる、はい、もうだからあの不調な人はひょっとしたらそこがストレスが溜まってるかもしれないし、あー遊べてないよって、逆に成績いい人は、はい、逆にそうやってなっていくから、はい、いつも遊んでるけどそうなってるから逆に元気で好成績になってるかもわかるんですよ。そうですね。で、あとね、はい、最後があれです、これはね、はい、あの引退後のユニオンも着てない、だから僕ら解説者、はい、評論家の人たちに言われることです、はい、そんなんだからユニフォーム着れないんだよっていう声言われるんですか？いやいや、結構ないですか、コーチ経験ない人、はい、そんなことばっかり言ってるから、まあ、コーチにならないんだよとか、コーチに、あとコーチとかに向いてないとか、はい、そんなことばっかり言ってるとコーチになれないよとか、はい、ユニフォーム着れないよっていう声は、はい、もう全国の評論家解説者の人が言われてると、はい、でも言ってやりたい、はい、あのヒエラルキーのトップがユニフォームじゃないからねっていう、そうですね、俺の中ではね、うんうん、だからあの全員が全員になりたいわけでもないし、うん、断ってる人も俺は知ってるし、はい、外で仕事があった時にこの席を立つのって今のご時世めっちゃ勇気いること。そうですね、いろんな人含めて、うんうん、だってその、まあ、よっぽどのことがない限り、俺もまあ日刊スポーツ所属してたりとか日本放送で、ね、はい、専属だったりとか、うん、まあ、じゃあテレ朝の朝番組とかベイのラジオとか、うん、いろんなことをやらせてもらう中でテレビとかラジオとか その単発レギュラーはね、時期が来たら卒業することはあるけども、うん、その評論家解説者との仕事ってよっぽどのことがないけ切られることないね、はい、なんか事件とか、うん、訴訟とかよっぽどのことがない限りは、はい、ってなったらそこに座ってくれるわけじゃん、はい、である程度の安定した収入が出てきた時に、うん、わざわざその給料下がってまでコーチになりたい人は、うん、よっぽど あの小遣いがあって生活にお金をもう許さないか、はい、もしくはもう何よりも教えたいんやと、うん、っていう人以外、まあ、ユニフォームがまた着たいとか、うん、以外やんないと思う。だってどっかの動画で話しましたけど、うん、コーチ辛い説ってありましたもんね。そう、うん、ってなった時にそれで俺断ってる人めっちゃ知ってるもんね。へえ。やっぱそういうのって来たって来たって、でこれいやなんかさ、うん、ある球団から来てさって、うん、あそうなんですかって、でこれぐらいの年俸っていうには今よりもさ、うん、小さいやん、
そんなんやるわけないやんな、まあですよねみたいな。まあ今の安定を捨てていくかって言われたらそれはもう自分もその人の気持ち次第ですね、うん、そうですね。だからそこまでしてでも、うん、給料が下がってでも、はい、保証がなくても、うん、俺はどうしてもコーチになりたいと、うん、教えたいっていう人はなるかもわかんないですけど、はい、そこ天秤にかけ出したら、うん、外で仕事がある人は絶対ユニフォーム選ばないんですよ。コーチがもし1年で切られる可能性あるわけですね。もちろんもちろんある。そしたらその後元いた席に帰れる保証全くないんで。そうですよね。やってたレギュラー番組も、うん、もう違う解説者が入っちゃったりとか入ってるし、もう全然所属してたのに、うん、一歩出た瞬間に、うん、あちょっと席が埋まっちゃって、うん、今からちょっとプラスアルファで、このご時世予算もどんどん削られてるから、うん、はい、なかなか厳しいですからね。そうですね。だって僕プロ野球ニュースやってますけど今22人解説者いるんですよ。あ、多いですね。で僕引退して6年目、はい、僕より年下、はい、まだ一人もいないです6年経ってるんですよ。はい、そうですね。日本放送、はい、解説者11人いるんですよ、はい、6年経ってるんですよ、はい、僕より年下1人もいないです。だ席が開かないってことですね。そうそうそう。で日刊スポーツも解説者が多分6、7人ぐらいいるんですよ、はい、僕より年下、うん、1人もいないです。おお、いやだって解説者って定年とかないですしね。そうそうそう。だから言い方悪いですけど、うん、あの死ななきゃいないんで、はい、席が開かないんで、はい、だってあの東京のテレビ、うん、ラジオ、新聞に所属している解説者で、うん、僕より年下一人もいないんですよ。僕が一番年下なんですよ。僕が赤星です。で川上憲伸さんとかは一つ上だし、はい、うん、井端さんも一つ上とかだし、はい、いないんですよ。じゃその方々も今コーチやってたりとか、まあ、まあ違う仕事してたりとか、だから要は外に出てきても席ないんですよ。そうですね、6年経っても僕より年下一人もいないんですよ。ということは僕より年下が引退しても、はい、解説者としての専属契約は誰一人いないんですよ。うん、だ単発で出てるわけですよね。はい、そっかそっか。だから本数契約で出てるだけで1本出ていくらで、はい、うん、僕らで言うと日本総合はもう年俸制なんで、うん、いくらやっても逆に一緒なんですけど、うん、なんかどちらにしよう結構大変な世界ですね。そうです。だからね、その全員が全員そこをやりたいと思ってるわけじゃないから、はい、もうあの聞き飽きだすね。そんなんだからなれないんだよっていう。もうだから俺もう俺の動画早く見てくれっていうこれが届けや全国にっていう。だからね、うん、あの他の人たちもそうだと思いますけど、はい、だから全員が全員ねなりたいと思ってるわけじゃないんで、はい、でもね、まあ、でも今日紹介したこの3つはね、まあよく飛び交ってるね。うん、絶対嫌われてるから監督になれないとか、はい、あいつ遊んでるから結婚しないやとか、うん、そんなことばっかり言ってるからお前コーチになれないやとか、もう日常茶飯事的に飛び交ってるんですか。うん、そうですね、いろんな事情。アナウンサー言われないんですか、なんか。いや、アナウンサーもなんかローカル局のアナウンサーとかは言われますよ、結構。何言われるんですか。やっぱ地元じゃないローカル局に就職したりすると大抵みんなやっぱり出るわけですよ、うん、そうですね、何年か経ったら、うん、やっぱり言われますね。どうせ腰掛け野郎的な。そう私もう入社したての頃から言われてましたから、うん、なんか私が入社した年に、まあ、うち姉もタレントやってて、うん、姉も結構出だした頃だったんですよ、うん、そしたらなんか袴田もどうせ 1,2 年で辞めてなんか東京のどっかに行くなんかやるんだろうみたいな、すごい1年目から言われましたもん。どうせ辞めるんやろみたいな。はい、みんな言われます。いつフリーになんのみたいな。そうで社内とかでも3年経ってくるとあいつなんかそろそろ辞めるんじゃないとか言われ出すんですよ。まあ5年、私は5年いましたけどね、うん、はい、でもそれでずっといても、うん、おいどこも行くとこないからまだいるよとかって言われるんですよ、どうせずっといつずっといると言う人もいるかもしれないですね逆にね、はい、ずっと言い続けると全然やめないなあいつみたいな、うん、いやなんかあれらしいよ、あの他行くとこもないらしくて何気にもうここに座っていくしかないらしいよとかって言われそうじゃんね。うん、言われるかもしれない。いてもいなくても文句いやでも意外となんかローカルってあったかさはすごいあるんですよ、うんうん、だから地元じゃないのにいてくれるって思ってくれるそのローカルの方々は結構いるので、定年まで行きよってよかったんじゃないですか。あ、ずっとですか、うん、でも今も出てますもんね。あ、結構仙台の番組呼んでいただけるので、ね、ありがたいですね、すごい貢献度あるんじゃないですか。あったかな仙台大好きなんでね、はい、結構プライベートでも行きますし、はい、まあ、ということでね、あんまり皆さんね、はい、都市伝説をね、はい、信じないようにしていきたいっていうところもね、ありますしね、はい、アナウンサーもみんなやる気を持って入社してるんで、そうそうそう、腰掛けとか言わないでください、はあ、遊んでるわけじゃないんでね。そうです。